リュウの服取ってくからさやばい、ウケる。あーそう、あのね、なんで今日やったかというと、もうリュウ明日帰んなきゃいけないのよ。そう、もうね、早いもので東京に帰らないと、戻らないといけないから、ここでやるの最後なんで、はい。いや歌おうと思ったけど、ちょっとリュウ今日さ生誕の練習して、もうすでに 歌っちゃってごめんね。もう歌ってきたから、もうはい歌えないそう、歌おうと思ったけど、家族でね歌練習に行ったのよ今日、カラオケに行って、うん、めっちゃ歌いすぎてちょっと喉がアウトごめんね、コメントなんか全然ちょっと覚えてない。待ってね、ちょっと、おいりょうちゃん覚えてるかな、前、めっちゃ前のサナです。え、わかるよ、わかるよ、サナ覚えてるよ。リオの配信に来てくれてありがとうね、昨日ぶり、今夜も会えて嬉しい、ありがとう、来てくれて。新鮮だよね、マジでピンク新鮮。これインスタにね載せたら、多分すごいインスタが軽くなりそうです珍しくて。申し込んだよ。えねえ、本当に嬉しい、本当に嬉しい、ありがとう。抽選の結果いつだっけ、あ待って、いつだろうそれは、いつだ、明日出んのかな。席は、ま、あの26かなでしたよね確か。パパの歌、パパは歌ってないよママはちょっと歌ってくれた。あ、このドアとしばらくお別れです。またはい、皆さんおい、あご挨拶を妹歌ってくれなかった、うん、歌ってって何回も言ったのにね、やだって言って歌ってくれない、いつも歌ってくれない。あのね、家族で歌いに行くと絶対に歌ってくれないの、ほぼもうほぼリオが歌ってて、たまにママも歌ってくれて、妹歌ってくれません。妹が歌ってると聞いたことないんだけど、本当にあんまり。いやなんか歩きながら口ずさみで歌うことはあるよそりゃ。今日もさ、あの2人で仲良くさ歩いててさ歌ってたんだけど一緒に、でもカラオケに行くと歌ってくれないの、ちゃんとがっつりマイクを持って歌ってくれない。今日めちゃめちゃ一日盛りだくさんの一日だったな。席は26の9時、うん、もうすぐだね。無事高校合格したし、いろいろ落ち着いて戻ってきた。えっ、おかえりおかえりだよ、よかった、合格おめでとう。音量が上手すぎるから歌いづらいとか、わかんない、どうなの、そうなの知らない、でも今日パーマ歌ってないんだよね実は、うん、もうね今日はね、あの生誕で歌う曲しか歌ってない。リオは結構ね、あのもう歌い果たしちゃったフフ歌詞覚えれてないよ、やばいって、歌詞全然無理、あー私覚えられない。MC の練習とかしてないよ全然、その場のノリかな逆にパーマ歌うと思ったのワンチャンあると思ってた。ピンク可愛いっしょ、そうなの、珍しいコーデしてた今日は。いやー待って、日にち足りないわ足りない、足りない、足りない、やばい
本当にどうしよう、マジで焦ってきた、焦った焦った焦ってる。歌詞飛んだら客席にマイク向けておけ歌ってくれるかな、みんな覚えてるかな絶対わかんないよ、難しいよ、先延ばしじゃあまたって延期しないよ、もうみんな開けてくれてるんだから、そこなんとしてでもやらなきゃね。どうやったら歌詞覚えられるのかな、本当に歌詞覚えるの苦手なんだよな。姉さんあと2週間後やべえやばいよマジか、改めて生まれてきてくれてありがとう嬉しい、こちらこそだよ。いや本当にやばいなでも生誕終わったらほっとしそう、もう終わった時のこと考えてるもう焦りすぎてやばい、とりあえず22のうちにやってくれば大丈夫そりゃそうだよ、もう当たり前じゃん、早くやんなきゃ。また韓国旅行かな、え行きたいところなんだけどね、なんだかんだ時間なさそう歌詞出る機会とかないのない多分ね、わかんない、うん、本当にあるのかな、ないと思うけど、ラサイサバイブ、あサバイブの時はね、なんかさカラオケみたいなさ感じであのあったんだよここに、でも覚えるけど、あの安心感はあったよね、もし分かんなくなった時のためにあったから。そうそうそう目線、そう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 バレちゃうから、なるべく頑張って覚えてるけどさ、あの分かんなくなったらあったから。保険結構大事だよ、うんうん保険ね大事最近ハマってるコンビニスイーツ、えまだあるかわかんないんだけど、あのセブンのねあのチョコパイがねすごいリオ好きなんだよ、今もあるのかな、まだあるかな、まだあるかわかんないんだけどね、このあのさ普通のチョコパイあるじゃん、チョコパイの上位互換みたいな感じ、チョコパイの上位互換みたいなのが売ってんのよセブンに、今あるかわかんない、アイスじゃない、アイスじゃないよ、あの本当にコンビニスイーツコーナーにあるチョコパイ、こう分厚めのチョコパイ、でもまだあるかわかんないふわふわのやつ確かまだある、えわかる、えわかる、えふわ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 、うんふわふわ、えなんかチョコパイって感じ、本当に本当にチョコパイの上位互換って感じじゃない、ガチあの本当にチョコパイの何倍も分厚いですみたいな見た目してる、まだある、まだあるなら絶対みんな食べな、美味しいよ、普通のセブンの、普通のセブンのチョコパイじゃない、普通のチョコパイ、セブンのとか関係ない、ロッテのチョコパイわかる、みんなわかるよね、あの普通にさお菓子箱に入ってるさチョコパイあるでしょ、あれのあの高級って感じ、あれのめっちゃ高級バージョンって感じ、わかんない、あのうん
普通のチョコパイでも美味しいのに。そう、わかるよ、普通のチョコパイ大好きだけど、エンゼルパイじゃないな、違うんだよね。あれが介護家になるレベルなんだ。いや、ない、なんない、なんない、普通にもうチョコパイも大好きなんか貝とかはないけど、なんかすごい高級感がある。セブンにしかないの？うん、このチョコパイはセブンにしかない。チョコパイって言っていいのかわかんないけど、とりあえずなんかセブンのコンビニスイーツコーナーに売ってる。明日の昼飯チョコパイにするかデザートでしょご飯はちゃんと食べて、デザートに食べるならいいよ。セブンプレミアムかもしれない、わかんない。セブンにしかないからね。でも一個ずつ売ってるやつ、そうだよ、普通にスイーツ。あれなんて名前だっけね。あ、金のとか、金のとかじゃない。なんて名前だったっけ、しっとりじゃないな、多分違う。名前は違った気がする。生クリームチョコパイみたいな名前だったかな。違う、違うかな。生クリームとチョコクリームのパイ。違うな、違う、チョコクリームじゃない、違う、普通にチョコパイみたいなやつ。本当に見た目がチョコパイです。チョコパイの分厚いバージョンです。わかるよ、見たら、見たらわかるから、セブンに行ってください皆さん。こんばんは。今日さ、昨日だっけリオさ、常滑にあるゴーカートの話してたじゃん。昨日も言ってたし、よく喋ってるんだけどさ。そう、イオンのゴーカート、そうそれさ、今日常滑にも行ったのね。そしたらさ、あったの、まだあった、あのゴーカート。たまたまね、イオンの中から見えて、え、まだあるじゃんってなって、リオあれ乗りたいって言って乗った、行ってきた数年ぶりに乗ったよ、ガチゴーカート。乗った。ちょっと怖かった、ちょっと怖かったけどね、楽しかった。それは熱い、激アツでしょ。だってね、前は妹とパパが2人で乗ってて、リオは1人だったんだけど、あの大人になったからさ、妹も今回は1人で乗ってて、1人ずつ乗りました、リオと妹と。あれガチ楽しい、本当にね、いい、あれね、楽しいよ。でもね、一緒にね、4人ずつやるのかな、あれ多分。でリオと妹と知らない方2人いて、その2人が早すぎてビビった抜かされていくからさ、怖かった。動画ママが撮ってくれてる、多分。まだリオも見えてないんだよね。そう、でもね、遠すぎてね、顔とかわかんない。車しかわかんない。で結構本格的なゴーカートなんだけど、男性だと1人2500円するかな、女性はもうちょっと安かった気がするんだけど、結構ガチのゴーカートなんですよ。高いよね。そう、遊びとかじゃ、遊びだけど、ちゃんとしたやつなのよ。
連番してる人羨ましい。ウケる、たまたまね。いや、あのね、結構ガチのだから何センチ以上ないと乗れないとかなのよ、あれでさ、あ、ヘルメット着用です。そう、ヘルメット着用だし、結構ガチなやつなんだけど楽しかった。でさ、免許ある人は説明なしみたいな、免許ない人は説明ありみたいなやつあって、ヘリオ免許取ったからさ、なんかルンルンでチェックつけた。こんなんあったんだって思って、こんなんチェックするとこあったんだって思って、免許持ってるって思いながら、全然運転できないのに。そう、レーサーみたいな感じ、レーサーになった気分だった。本当になんか何位とか出るし、タイムとかも出んのよ、あれガチなんの。でそれでさ、びっくりしたことがあってね、今日。でそれでゴーカートお話なんか待ってて、順番待ちしてて、でヘルメットつけて車に着席した時に、そこのお店の方がね、その、ゴーカートのところにいる男性のお店の方が、もしかして元ラストアイドルの大森りおさんですかって言われたのね、今日。ゴーカートに着席した時に、準備してくれてる時にね、あのベルトとかつけてくださる時にそう言って言われて、え、あ、そうですってなって、で僕元ラストアイドルすごい好きだったんですみたいな、で名前見た時にもしかしてって思って、で顔見たらそうでって言われて、ガチびっくりした、はずって思った。やばくない？え、そうですそうですって言って、え、嬉しいって言って、ありがとうございますって言って。そう、そんなことがあったんだよ今日、びっくりじゃない？そうなの、店員さんもびっくり、そう、なんか名前見てそうかなって思ってくれたらしくて、まず、あ、免許証見せてないよ、見せてない、見せるとかなかった。そのチェックつけるところはあるのに、ね、そう、私もうめっちゃヘルメットもがっつりかぶってさ、もうこうやって一緒に座ってよーしって思った時にさ、話しかけてくれてさ、そうですってなった、ありがとうございますって言って。でそれがさ、妹にも後ろ聞こえてたらしくてさ、受けた。後で DM 来るパターンじゃないの珍しい。いや、そうだよ、ありがたかった、だから気づいたら声かけてくれて嬉しかったな。やっぱり嬉しいんだよね、声かけてもらえると。うん、嬉しいの、嬉しかった。若干気まずいね。あ、そうそう、でもね、全然なんか気まずいっていうか、なんか嬉しかった、普通に。うん、知っててくれてるのも嬉しいし、すごいもともと好きでって言ってくれたのも嬉しかったし、あんにょーなよ。人見知りだから声かけれない。嘘、嘘。名前でわかるってガチのファンですね。そうだね、それな、やっぱあれだよね、こういう時さ、名前違ったらバレてなかったかもしれないね、じゃない？どうかな、もし名前違っても気づいてくれてたのかな、顔で。わかんないけど、でもフルネームさ、知っててくれたってことだよね。まず名前で気づいて、その後顔見てって言ってたから、声かけるの迷うというか勇気いるのよね。そうだよね、それはね、そうだよね、わかる、勇気いるし迷惑かなって思っちゃうよね、みんなは。でもね、リオは本当に迷惑とかマジで思ってないの。うん、あ、まあ確かに、なんか芸能界の中にはさ、プライベートっていう人もいるかもしれないけど、あの、自分に関しては本当になんかなくて、そういうの、うん、普通にもう喜ぶ、嬉しくて。
名前バレしちゃうのか、ついになんちゃって受け、うん、る。あ、名前違うと気づいても声かけにくい。まあ確かにそうだね、確信持てないもんね、名前違ったら。でもそっくりさんかなみたいななるよね。真顔で違いますって言ってほしい。無理絶対そんなこと言えない全然言えないよ。トワイスさん見かけたら声かけれる。いや、いや無理かも確かに見て終わるかもしれないやばいってなって終わりそうでも いるわけないって思っちゃうね。うん、こんなところにいるわけないって思っちゃうかもしれない。韓国にいるでしょうねって、まず日本にいるなんてって思うし、日本でねライブとかしてたら観光してる可能性はあるけど。ゴーカートゴーカート、リオはゴーカートにいるよ今日ゴーカートにいたから。でもびっくりだよね、なんかほんとこんなとこでって思った自分も。こんなところでってなったね。家族といるとこ見られるの。あーでもその時は、あでも確かにもう見られてたのか。話しかけてもらったのはあの本当にゴーカートに乗ってよしって時だったの。準備してこういろいろやってくださってる時だったの。ベルツカチャッカチャッてつけて、その時だったんだけど、やるぞって思ってた。妹子には勝ったの。妹には勝ったよ。勝ったっていうか、まあまあそうだね、リオが先に出発してたから抜かされることはなかった。妹の方が運転上手そう。いやそれはねありえないのよ、申し訳ないけどそれに関しては絶対に完璧にリオのが上手なんだよな。まあまあまあ、もともとだし、最初妹はね一人で乗りたくないって言ってたからね最初。うん、怖いって言って、やだやだって言って、パパと一緒に乗ろうって言ってたんだけど、いや一人で乗りなよって言って、一人の方が楽しいよってパパに言われて一人になっちゃったけど、結局でも楽しいからね一人で乗った方が。でさ今日ね、ママとパパが上から見てたのよパパがさ妹の運転を見て免許取らせないって言ってたウケない、運転、妹子の運転がやばすぎて危なすぎて免許取らせないって言われてた。あははは、ウケるもん。リオはね安全、ちゃんとね安心して見れたってママに言われた。まあ、こういうとこだよねやっぱウケるよ、めっちゃおもろいんだから妹、本当に笑いの煽り強すぎ。それな、今自分でもムカつくなって思ったそう、すごい危ない運転してたんだって妹がそう、もうね免許取れる年なんで妹が。でも今日パパとかママが妹のゴーカート見て危なすぎるから取らせないって言ってたクッククッ妹ね今高3、高校3年生で18歳。まあ、妹ね自転車とかも乗んないし、あのね、まあ、確かになんかまあそういうの苦手そうだもん、運動音痴だし。どんな運転か気になる。いやもう事故ですよ普通に普通に事故ってた笑けるわ。
エリーは余裕だったよ。余裕のね運転やっぱちゃんとさ、このカーブのところはさスピード抑えめにしてこうちゃんと曲がってたんだけど、リオ妹は。でもねリオさ自分運転してたから見れてないのよ妹のやつを。でもママが動画撮っててくれたからそれをちょっと後で見ようと思ってて、どんな運転だったのかな。でもそんな撮らせないって言ったほど危険だったんだなって思うと面白い。お父さんと乗りたいっていうのめっちゃ怖いけど、そうなんか一人で乗りたくないって言ってたの最初。そう怖いって言っていやーって。昔はねまだちっちゃかったから、ちっちゃいって言ってもリオが高校生の時かな、何年ぶりって感じだけど、まだ子供だったから妹が、前はパパが乗ってた。いやマリオカートとかも妹多分ね下手だよなんかそんなね1位取ってるイメージないんだよね。よく家族でやってたけど基本リオとパパの戦いだったからさ、マリオカートやっても。あーそれでさ妹の運転がなんでヤバかったかっていうとえガチでなんか衝突事故を起こしてて、妹なんかこう曲がり角のタイヤがこうあんのよ道に、そこに突っ込んでったの妹がね突っ込んでったのね。そうなんかあの普通は絶対に突っ込まないところになんか突っ込んでってぶつかったのねもうリオがこう言ってて、で妹が待って待ってリオみたいな感じで追いかけてたんだって、リオのことちょっと待って早いってみたいなで追いかけてたらあのタイヤバリアの、そうタイヤバリアのとこに突っ込んじゃって、そしたら急いでお店の人が走ってきてくれて妹のところに助けてくれたらしいんだけど、マジって面白かったってさ急にさなんか後ろついてきてるなってずっと思ってたのに急になんかいなくなった感じしたの。そうで振り向いたらなんか突っ込んでてさ、そしたらさリオが進んでたらさお店の人が走ってさ助けに行ってくれ言っててさ、やばって思って恥ずかしいって思いながらリオはこう進んでたんだけど、めっちゃウケるよね。あのマジで事故ってて普通にめっちゃおもろかった面白かった本当に。でもねしかもそれ一周目とかで突っ込んでって、いや恥ずかしいって言ってたの妹が、本人ね、本人がめっちゃ恥ずかしい、やば恥ずかしいってなったらしいよ。リオは普通に笑ってしまったよね、大丈夫って思ったよ。そりゃ大丈夫そうって思ったけどおもろかった。お店の人がすぐにねあの見かけて助けに行ったのがすごいなって思った。ちゃんと見ててくれてたんだなって思ってすぐに助けに行ってて、でその後復活した妹はなんか慣れてきてからスピード出し始めたんだって。慣れてきてスピード出しててだから余計にパパたちが危険ってなってたらしい免許取らせないって言ってた。いやそうあの突っ込んじゃったから自分じゃ元に戻せなかったんだよねあれも。だからお店の方が助けに行ってくださってたね。いやママたちが上から動画撮ってたんだけどさ、あの心配の声が入ってた、大丈夫ってママの心配の声が入ってた。パパも笑ってたでね何回かねこう通り過ぎる時に妹の方見てた。そしたら妹もこっち見て笑ってた、お互いにウケた。
当に受けたな。追いかけてたんだリオのことって思って、追いかけてたらしい。でもさ声が聞こえるわけないのよ、待ってとか言われても待ってとか言ってたらしいけど、まあ、聞こえるわけがなくて普通に、うん、エンジンの音とかでさ、面白い、聞きおもろかったな、事故ですわ。ほえはな、青森県の日曜やな。いやほんとね平和ですよ。でそれでそれだけどリオは安心して安心できたって言ってたね。まあそうだよ、ほんと無茶しないからね。明日帰んなきゃいけないの。そうだからね、今日やってる配信、今日ここでやるの最後だから、最後まだ帰ってくるけどさ、いつか急遽ね予定が入っちゃってね、帰らなきゃいけない明日。もうちょい理由ってだったの。なんかね、何日に帰るか確定してなくて、まああと2日か3日いようと思ったんだけど、今日急遽明日帰ることになった。あ、オーディオ自身はね運転ね全くしてないですね。うん、あの免許持ってるけどリアルな運転はねちょっと怖くてできません。ゴーカートはすごい好きなんだけどね。そうリオピンクの服めったに着ないの、レアです、めちゃくちゃに。でも今日妹に写真撮ってもらったからいっぱい、楽しみに待っててくださいな。ペーパーでペーパードライバーですね完全に。こんばんは、生誕さん申し込みさせていただきました。本当に嬉しい。ヒルドルブありがとう、嬉しいな、ありがとうございます。本当にもうあとだってほらみんなもうあと1時間切ったよ、2時申し込み締め切りまで。マジかよ、間に合うかなえ、もう押し込んでるよね、もうとっくにもう終わってるよね。生誕グッズ何買おうかな、何買う、うん、いろいろ出すからね、ぜひ全部ゲットしてくれてもいいんだよ。2月って聞くと先に感じる、いや先に感じるじゃん、マジですぐよ、もう無理を焦ってる、急にすぐに感じちゃって時間がないってなってる、時間ない、やばすぎる。妹さんも練習してリベンジしてきたらもらう。いやどうかな、でも楽しかったって言ってて、終わった後は最初ビビってたけど楽しかったでしょって言ったら楽しかったって言って、でも本当にねしばらく大爆笑してたみんなで、妹が突っ込んだやつ面白すぎて。急遽帰宅で荷造りできてないできてないけどね、すぐ終わる、全然なんかあんまり持ってきてないし荷物も。オイリオのせいでチョコ生サンドホイップクリーム190円、205円。あ、それ名前それだった、
買ったってこと？今週末スペメで来週末生誕祭ね。あ、そうだね、そうだね、うん、そうだよ。まあスペメよろしくね。今日きっかけに免許取りたいって思うか言うかもよ。いやダメだよ今日だって今日、逆に今日きっかけに危ないから取らせないって言われてたんだから面白かった。ピンクの服、ママの、これママがね前に、だいぶ前にね買ってたやつらしくて、まだ着てない、ママは着てないらしい。リュウが可愛くて借りた、自分のじゃない。だから自分でピンクの服選ばないんだよね、ほんと持ってない一個も。でも今日はね珍しいコーデをして可愛いなって思ったの。リオ免許取ったのいつだっけ。いやなんかすごいリオ時間かかったんだよね本当あのさ通いだったの、通いながらだったからさ。でも高校卒業ぐらいで行き始めたんかな多分。でも多分ガチで例えば仮免とかさ、本免、仮免取ってから本免試験に行くまでも1年かかってるから、あの本当に獲得したのは2年ぐらいかかったかもしれない。リアルに水色の服ばっかり水色の服ね大好きで、リオ好きな色はピンクなんだけど、なんかおかしいですよね。そう、好きな色はピンクなんだけど私服ってなったらモノトーンとか水色とかが多い。うん、免許執行してないよ全然あるよ。もう早く写真撮り直したいからお願いって感じ。そう時間かけて撮ったの。なんかね忙しくて、ね、全然通えてなくてね。そうもうね撮る時もギリギリだった。本面も期限がこれ落ちたら終わりっていう感じだった。S 字とかクランク意外とねできてたかも。うん、でよね、あの筆記が苦手で、そうあの運転はね大丈夫だったんだけどね。ワークアウトがメインの目的？いや違う、メインはイチゴ狩り今日盛りだくさんの一日過ぎてね。うん、はい、メインはイチゴ狩りで、その後、コストコに行くってなって、コストコと常滑イオンが隣なの。だからまずイオン行ってお買い物でもして、それでコストコ行ったって感じ。ちゃんと今年もいちご狩りの写真撮れました皆さん。浜焼きは行ってない、今回寒いからね。浜焼きはね激暑い時と激寒い時は避けていくかもしれない。この季節はいちご狩りだよね。やっぱリュウが帰ってきた時に行こうって言って行ってきた。練乳寺さん、そうだよ練乳大好き。だからピンクの服、いや違うんだよねそれが関係なくて、そうもともと全然関係なくて、ただこの服可愛いから着てこうって思って今日着てたちょうどいちご狩りにも合うしとは思ったよ。そうちょうどいいとは思ったんだけど、どんぐらい食べた数えてない数えたことない、いちご狩りってみんな数える？
一回も数えたことないよ、リオ。毎年行くけどさ、普通にお腹いっぱいになるまで食べてって感じ。いちご狩りの写真めちゃめちゃ期待してる。めちゃめちゃ期待してんのかそんな期待されてもなでもいっぱい撮ったはずだから載せるね。ティラミス買ってないよ。だってリオ明日帰るからさ、明日帰るから買っても食べれないから買ってない。でもね、大きいピザ買ったから、明日帰る前にピザ食べてから帰ろうかなって思ってます。いちご狩りは食事とは思わないけど、お腹いっぱいになるんだよね、めちゃくちゃ。水分で、水分だから本当にお腹いっぱいになって。去年のいちご狩りの写真待ち受けにしてるから更新する。嘘、いちご狩りが更新されてく。コストコのソフトクリームめっちゃ美味しい。今回今あれだった、今チョコ系だったよね確か。あのさ、コストコのソフトクリームって味変わるじゃん。今回はね、あのベルギーじゃない、ね、チョコ系だったよ。チョコ系のソフトクリームになってたね。思った、サイレン乗ってる、大丈夫かな、何があった。ビール、びっくりするけど大丈夫かな。いちごがメインか練乳がメインか、いやいちごがメインですね、それはね。甘いいちご見分けるの上手そう。あ、それはね自信ある自信あるよ。いちごに関しては本当任せてほしい。毎年行くから。めっちゃ鳴ってる。え、めっちゃ鳴ってる。なんかあんたのこの辺怖いんだが。妹子がダイヤバリアに突っ込んでたりだとしたらちょっと遅いかもしれない。いちごって大きい方が甘いんだっけ。大きさね、あんま関係なくて、そう、小さくても甘いのはあるよ。なんかヘタがねこう反ってるのが甘いですよ。ヘタがこうペターってなってるやつじゃなくて、反ってるやつ、てっぺんまで赤くなってて反ってるやつが甘い。練乳はね最初はつけない。あのね、リオが毎年、リオ秋姫のいちごが大好きな品種、秋姫しか勝たんって感じ で秋姫のいちごがね本当に甘いの。本当にね練乳いらない、正直いらないんだけど、でもリオは練乳も好きだからどっちも楽しむタイプなんだけど、そう味変、そう味変する最初はねつけずに食べる。ママとかパパは練乳つけないもんだって。もうすでに甘い、え、こんなに甘いのにつけるのって言われるもん、いつも。こんなに甘いのにさらにつけてってすごい言われるんだけど、練乳好きだからさ味変で使う。いちご詳しいよ、好きな果物いちごだから。いちごとメロン、好きな果物いちごとメロンなんでね。親に聞いたら小さい頃私も秋姫好きだったらしい。嘘、いやマジ秋姫が一番美味しいよ、本当に。秋姫が一番甘くて美味しいです。なんかさ、いちごによってさ酸味とかあるじゃん。秋姫はね酸味がなくて甘い、とにかく。でリーは甘いのが好きだから、ね、秋姫。練乳だけ食べれる？食べれないことはない、全然。でもつけたいかな、いちご。今日もレギュラー間違ってきた、ただいま、おかえり。毎年ね、静岡の久能のね、あのいちご狩りに行ってたんだよ、よく昔。海の横にあるいちご狩りに静岡で行ってたんだけど、最近ではこの愛知でも、最近ではっていうか、まあここ数年愛知でも
美味しい焼き姫食べれるとこ発見したからね、そこに毎年行ってる。焼き姫どこでも買えますか？スーパーにもね、売ってる、売ってない時もあるけど、売ってる時もある。買う時に見たらわかるかもね。スカイベリーも甘くない？わかんない。もう秋姫以外食べないからね、あんまりわかんないけど、多分秋姫が一番甘いと思う。なんかジューシーで甘いですよ。みずみずしくて甘い。あんにゃーん。久能山のところですね、静岡のいちご狩りはね、昔行ってたところね。甘くないいちご、いちごの並んでほしいやんでやんす。 でもさ、なんかその酸味が好きな方もいるよね、きっと。いちごの酸味が好きって方もいると思うな。お昼ご飯いちご。そうだね、お昼ご飯いちご。そうか、そうだったかも。明日勉強するためにペナンに戻ります。幸運になります。頑張ってね。昔のいちご酸っぱくて生で食えんかった。そうなの？甘くなったんだね、いちごも。秋姫の削り氷。ああ、確かに。なんかでももったいないかも。もったいないって思っちゃう。秋姫はそのまま食べたいな、いちご単品で。ケーキの上のいちご大好き。やりようもね、ちっちゃい時ケーキの上のいちご大好きで、ね、一人で食べちゃったエピソードがあるんですよね。七五三のね、時のお祝いのね、こうホールケーキがあったんだけど、上に乗ってるいちご全部一人で食べちゃったの。やばいよね。 そんな子供でした。 めっちゃおもろいよ、ほんと。動画見ても面白い。可愛いから許す。全盛期なの。 2、3歳が一番可愛かったんでね。妹子いないよ、リオが2、3歳だから。まだリオがちっちゃい時だからね。ちっちゃい時から食いしん坊。そうなのね、思った。ちっちゃい時から食いしん坊。あ、中のいちご食べてない。そうだね。さすがにね、ほじくって食べてはなかったけど、上に乗ってんのは全部食べた。なんかね、全部食べたか1個だけ残してたかはちょっと分かんなくて、動画では1個残してたんだけど、本当は食べたかったと思うから、もしかしたら食べてたのかも、その後動画切れてから。前見せてくれた動画のやつ。そうそう、あ、見せたことあるよね、多分ね。それも今するの、今もするするの。今はしないよ、さすがに。さすがにしないよ。姉妹で喧嘩ありますよ、しょっちゅう。 食べ物喧嘩もよくあったし。今1ホールケーキ全部食べちゃう。いや、どうかな、ショートケーキのホールは無理かもしれない。チョコならいけるかも。あと、しょっぱいの途中で食べさせてくれたらいけるかな。わかんない。今、ホール一人食べるとかやったことないから、今っていうか、人生でやったことないからわかんないけど。甘いのだけじゃ無理だな、絶対に。
生誕歌が多いの、企画が多いの、半々くらいかな、どうかな、わかんない、普通どうだろう。でも結構歌う気がする、自分の中では。うん、結構歌う感じはあるけどね、ライブ多いんじゃないかな。みんなのために歌うよ、リオは。本当だったらずっと企画していたいがみんなのために歌いたいと思います。ホール一人で食うのしんどいよな。あ、あ、食べてたね。でもさ、お醤油とソースとかも絶対に合わないよ。だしあれさ、普通のホールより大きかったよね。普通のホールケーキより大きかったね、あれ、お誕生日のやつでしょ。8人前とかもありえないんだけどどういうこと。だから、マリアの歌声好きやからワクワク、嬉しい、そう言ってくれて。今日歌ってきたからね、歌練してきて、ちょっと喉がーってなったっ連続で歌うのやばそうだなって思いました。今日歌練してきて。ビュッフェ形式だったら大食いいける。そう、ビュッフェがねすごい好きだからね、ビュッフェだったらめっちゃ食べるよ。ビュッフェは得意ですね。得意不得意よく得意不得意で言うことじゃないけどさ、好きなの。生誕アーカイブまずね配信ないからね、うん、その場に来ないと見られないですね。目に焼き付けてください。あとにハーブティー、確かに一旦龍角散は飲めといた。何言っちゃったの、泣いちゃ。でもね、なんかすごいね、迷うんだよね。歌う曲を言ってみんなにコールを完璧にしてきてもらってっていうのもありだなって思ったりして、でもそれでその場でこれねってなるのもいいなって思うし、ちょっと悩みどころですこれは。でもさ、もう歌うって分かってる曲もあるよね。それはちょっと頑張ってみんな覚えてきてください。コール、人によって分かれそうなの、人によって分かれるからね。予想しといてくれ一旦。はじめまして、どうもこんばんは。とりあえず流れ星の復習いらないね、いらないよ。それに関してはきっとできるでしょコールない曲はもうこう浸ってて、じゃあこうやって飛べるバラードないかもないない。飛べるバラードって何、飛べるバラードって何何それ。あ、でもリオがそれこそあの絶対やるって言ってた曲がファンサ、覚えてる？ファンサはコールも簡単だと思うね。
れはもう確定。ハンサのコールなんだろう。でもさ、サビとかじゃない、やっぱ。あ、高猫ね、そうそう、高猫ファンの方とかに聞いといて、じゃあ。あの、好きになってもっと絶対言ってね。もっとは絶対に頼んだよ。リオビームとあれさ、あれさ、あれ何、リオ、あそこって買えるものなの、みんな買え、あそこ買えるもの、リオ、あんま分かってないんだけどさ、普通にそのまま歌ってたんだけど、買えるものなのかな、歌詞を。音楽流しながらコールした動画、そんなのあるの？ん？何それ、あるの？あ、そういうこと。一人でやるってことね、これから。これから練習するのね。仕方ないか、2月3日にゲネ。やばい、ゲネ、ゲネあんのか。ピンクの服久々だね。てか私服でね、マジで着なさすぎて、うん、こんなにピンクなの初めて、もはや。超絶可愛いはゆうちゃんやってたよね、確かね。やってたよね、やってた気がする。確かにあれいいよね、リオ。あれ知らないんだよね、あんまり、あの曲。服のロゴなんて書いてある、なんて書いてあったっけ、これなんて書いてあるの？ラブなんちゃらって書いてある。全身写真撮ったからその時に確認して。ファンさんは聞いといていいと思う、全然。それはね。呼んだ、やばい。呼んだ、確かにね、今呼んだかもしれない。どれコール覚えてきてほしい曲、どれだろうな。そうだな、あ、じゃあリオがあれ、ソロイベでは歌ってない、ソロイベでは歌ってないよ、サバイブで歌った曲をね、歌おうと思ってるんだけど、ストーリー公開しちゃう、いや全部は言わないけど、コールをね言ってほしいから今言おうと思って、なんだっけ、イエーイめっちゃホリデーって曲知ってますか？これ前ショールームでこの曲好きって、え、オーリオのイエーイめっちゃホリデー好きですってコメントしてくれた方がいたんだけど、もうその時には歌って決めてたんだけど、その時言わなかったんだけど、歌おうと思ってて、それをで
これ多分すぐにみんなコールできないと思うんだよね。わかる？すぐにできる？だから覚えてきてください。知ってる？あれね、ライブ映像とか見るとね、すごいの、ファンの方が。そう、あ、そう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 、あややさんのやいめっちゃホリデーって曲、ライブ映像を見て勉強してください。皆さんぜひ。そうそうなの、リオさ動画見たらすごくて、ファンの方がこれいいなってなったのよ。どこで言ってたかな、リオもまた動画見直すね。そしたらまた配信でも言えるね。知ってる？知ってるよね、多分みんな聞いたことあると思うよ、この曲。サバイブでやってた。そうです、そうなの。サバイブでやって好きですって言ってくれた方がいたんだよね。ラサイサバイブで歌ってた、めっちゃホリデー聞きたいって言ってたんだよね、この前コメントで。歌うよって心の中で思ってた。あ、みんなでアイソレする、いいね大丈夫、みんなコールプラスアイソレも練習することになるのあとあれも歌うからね、生誕でも歌ったさ、人気な、あの、これもコメントでね、よく歌ってって言われてた曲、それもコール練習よろしく。サバイブの曲で復習しとけば、あ、いやでもね、全部じゃないからね、全然全然ね、全部じゃないかな。それで歌った曲、うん、初恋サイダーかな。お、当たり。初恋サイダーも結構コールいいからね、ちょっと名前言うとことか復習してほしい。知ってるかな、これもね、鈴木愛理さんの動画に見たらね、わかる、コール「愛理」とかで、なんかね、すごかったのよ、コールが。言ってほしい。初恋サイダー最高すぎましたね、よく好きって聞くからさ、ファンの方から。初恋サイダーも、先に言ったから聞かせてね、コールどんなんだったっけね。でも今動画見れないからさ、見ながら、みんな見てほしい、ぜひ。いや、めっちゃホリデーと初恋サイダーのライブバージョンみたいなやつ。自分にとっておいでやさんの初恋サイダーが元祖ですマジか、嬉しい。瀬戸利が徐々にバレていってるの、助かる助かる、やばい助かってるちょっと言えないのもいいいや本当はね、本当にね、全部言って全部ね、コール練習してきてほしいんだけど、でも内緒にしておきたい感じもあるから、難しいところですよね。だから一旦2曲言ってみた。あ、2曲じゃないか、まあ3曲か実質4やないや、なんか予想とかしてたら何個も埋まりそうだけどさ、まあまあ今言ったのは3だね。ファンサー、ゲイめっちゃホリデー、初恋サイダー、合計何曲さあさあ、あと流れ
それはもういけるでしょ、みんな染みついちゃってるからね。肩ボキボキ言った。最後って流れ星か黒いちょ、どっちだと思う？リオはあっちだですね。イベント歌メインな感じですか？どうかな、歌メインになるのかな。なんかね、なんかどっちもな気がする、自分的には。なんかどっちもって感じ、どっちも十分にやろうとしてる。うん、こっちが歌う時間。あ、確かに。え、確かにね。そっか、あるかも。あるかもとか入れようか。実はリオも、リオたちもあれ裏で歌ってたからね、アイリンの時。マイク入ってなかったけど、地声で「空は青く」って「澄み渡り」って歌ってたんだけどね、聞こえてなかったかな。わかる、歌詞わかんなかったよね、リオもリオもわかんなかった。歌でさ、後ろで助けようって思って歌おうと思ったんだけど、あの歌詞がわかんなすぎてね、寂しく歌えなかった。あ、調べてたの？ちゃんと。すご。すごいね。じゃあ、もしあったらみんな歌詞を調べて歌ってくれるということで。アイリーセカオは好きだもんね。だからかってなった。ハル PC。やばい、大丈夫かな、もう本当に不安なんだけど、大丈夫かな、時間が足りない。ちょっと待って、何の不安、何の不安よ。クレヨンしんちゃんの映画の曲、あ、そうだっけ、映画の曲にもなってたっけ。歌ってないの、オーリオさんに呼ばれるの怖い。歌ってないの、オーリオさん、どういうこと、どういうことよ。そんなそんなそんな絶対歌ってるとかないからね、うん、チームにメール来ないって言っといて。メール、何のメール、まだまだなんじゃない、これからとか違う。初恋サイダーで、魚のなでしこバージョン。
あんの？え？初恋サイダーじゃないよねそれ多分。ハンサだよね。ハンサですねきっと。タカネコもあるしさ、あのカレアイちゃんもあるよ。センターの前上にメール送るんやで。あ、そうなの？あとで DM 送る。わかった。明日で当選したかどうか。そうだね。2時の2時選考は明日まで。あ、違う違う違う。2時選考の当選は明日わかる。で、もうあと申し込みまでがあと15分ぐらいしかない。ね。今日まで。流れ星のコール、いや流れ星のコールって調べても出てこないかもしれないな。眩しすぎる流れ星って調べたらもしかしたらなんかのライブで入ってるかもね声が。ワンちゃん。でもそれよりあのファンサーとえウェイめっちゃホリデーと初恋サイダーは見れるから動画で絶対に確実に覚えてきてほしい。ホールをね。ギリギリがいいんだっけ。そろそろ申し込んどく。そろそろ申し込んでえギリギリがいいとかあるの逆に。全然理由わかんないんだけどさ。えそういうのあるの。わかんない全然。忘れないうちにだよ。フルかワンハーフか非常に嬉しい。フルの予定だよ確か。リオハーフワンハーフって言ってない気がする。湧いた激アツごめんねこれでワンハーフだったらとか言って多分ね多分てかもフルですね。うん、ワンハーフにしたつもりはないから多分あのフルです。コール失敗したらツーショットの時間に指摘しないよしないけどしないけど頑張ってしてね。だったら CD 買っていたの懐かしい。あ、そうなんだね。やっぱそうだよね、みんな知ってるよね。2週間でサドリア流れが変わることある。まだあると思う。全然口パクの練習口パクの練習するならちゃんと声出す準備をしといてね口パクの練習は受ける。あややとかの部分、名前はやっぱあのリオの名前呼んでほしい。え、オーリオかな。どうかな。ん？多分そうだと思う。どの曲もコールするときはオーリオって言ってね。わかんない。みんなどうやって言ってくれる？オーリオが言いやすいかな。でもリオちゃん。どうだえどうなのこれ。どっちだっけえ分からない。あ、聞いてみないと分からない。まあそっか、曲とかにもよるのか。ゲストも歌ってくれる。もちろんもちろんだよ。ゲストのみんなで踊る曲もありますからね。口角上げる練習もう始まった始まった。ちゃんと鏡見てる。口角上げてまあ難しいね。それはあれだね、みんなじゃあこのリオが配信終わった後に言った曲のライブを
ぜひ見てみてもらって、あの、は、あの初恋サイダーとかファンサーとかめっちゃホリデーとか森岡が決めてくれればやるよね。そういうのね本当に分かんなくて自分がこう今までさあのコールとかしたことないから逆にみんなの方が詳しいと思うの。そう、うん、教えてほしい逆に名前系は。ペンダの電池も確認しとかなきゃ。そうだね、途中で切れないように新しいの準備して挑もう。さっき出てきた曲は全部フルって認識大丈夫？うん、さっき言った曲は全部フルで大丈夫。本人がどう呼んでほしいかじゃない。あ、そうなの？へえ、なんかさたまにさ文字数とかあってさこれがいいけどこれが難しいって時ない？わかんない、どうなんだろう。なんかリオはやっぱオーリオってあだ名だからオーリオって呼ばれたいけど、でもなんかリオちゃんの方がしっくりくるならそっちで全然いいと思うんだよね。だからそれはね分かんないんだよな自分じゃ。どっちがやりやすいとかあると思うから。いや2文字は使いにくいっていうのはね知ってんのよ。そうリオはむずいのはそう知ってる。でそう3文字いいって言うよね。ね、わかるわかる。でもね3文字、オーリオもリオちゃんも3文字じゃないからさ。どうなの？え、3文字やりやすいって聞くな名前3文字にするかオーリオコールしやすいと思う。あ、ほんと？そうだよね、なんか難しいわけではないよねオーリオ。じゃあオーリオでいく？オーリオで行こう。やっぱオーリオだもんね、あだ名オーリオなんで。オーリオにしよう、まあ、みんなオーリオって呼んでくれると思う。多分普通にあだ名がオーリオなんで。そうリオちゃんかオーリオだと思うの。うん、そう思う。でもなんかどっちでもいいようん、あ、使い勝手いい。あ、そうなの？もう難しい、わかんない自分で。自分じゃわかんないから呼びやすいので呼んで。わからん、リオちゃんの方が呼びやすい。そしたらリオちゃんでいいよ。どっちでもいいよ、結局どっちもリオなんでリオちゃんもオリオもリオだし。張り切りオタクだし頑張ろう。頼んだよ頼んだよ。りおちゃんのが使いやすいけどちゃん付けは呼びをいつからか照れちゃうってどういうこと？いつから照れちゃうようになったじゃあこれを機になれよっか、もう一回ね。うん、当たり前に呼べるようにさ。大森は違うよ違うよとか言って違くないけどさコールは違います。なんでみんなリオちゃんって照れるのなんで照れちゃうの？席会では照れがあって大森さんって呼んじゃう。大森さん遠いな。いいよ別に、全然なんか自由だけどね呼び名なんて。うん、全然恥ずかしかったらそれでもいいし。照れると言えば違和感あんのおかしいそれが普通なんだけどね王王さんって何？王王さんって誰王王さんって誰だ？
やばい、あとちょっとで終わりだよ、みんな申し込み。もうちょっとで終わるよ。あ、ごじった、オーリオさん。オーリオさんはね、よく言われる。オーリオさんちょっとおもろかった。おもろいとか、なんか誰だかなって思っちゃう。個人的にはリオちゃんって呼びたい。えいえいえい、リオちゃんでいいよ、なんでもいい。でも大体リオちゃんとかオーリオとか、オーリオちゃんとかが多いかもね、普通にファンの方に呼ばれるとしたら。大森リオさんってフルネームで呼んだら、それはきっと僕です。わかった。共有ビデオとかにも対応してるから便利便利。そうだね、ライブとか公式、まあそうだね、使えないかなと思う。そうね、確かにちょっとね、あの確かに恥ずかしいから使ってる感はあるかもしれないね。それなんかちょっとふざけて使っちゃってますみたいな感じはあるかもね。ラストアイドル時代だったらリオちゃんだと2人だから、そう、もうね、ピンクベイビーズの時もね、リオって名前が2人いたから、あーリオリオにしたんだよ。いいあだ名、我ながらすごい気に入ってますね、ずっと言ってるけど、一生使ってくねこのあだ名。おばあちゃんになってもずーっと。オリオンもオリオンズもすごくいいよね。それな、わかる。それな、オリオンズってすごい可愛いよね。すごいいいファンネームだなって思う。オリオンズ天才すぎる。いいよね。いいよね。オリオンズもみんなで考えたんだよね。そう、ハッシュタグあるのずるい、ずるい、ずるい、ずるい。え、作ったらいいじゃないね。作ったらいいんじゃないか。ピンクベイビーズ動画見てました、見てみました。 ありがとう、見てくれたんだね、ありがとう。そうなんだ、すごいいいと思いました。オリオンズね、いいよね。そう、何個か候補あったんだよ。そう、みんなで決めるときに、そう、グループ名じゃない、ファンネームをね決めようってなって、結構何個か、そう、最初候補あったんだけど、最終的にはリオが決めたんだけど、そう、オリオンズが気に入ったの。そう、個人的に気に入ってこれにするってなったんだよね。あと3分だ、あと3分。みんな申し込んでない人いない、ここ生誕申し込んでない人いない、あと3分で終わっちゃいます。申し込み行ってくる。早く行ってきて。早くしなさい。2時先行はね、今日までですから。ギリギリにはまだある。いや、もうギリギリだけどね。もうギリギリよ、いけない、悲しい。うーん、そうだよね、海外にいるとなかなかね。だってこれもう終わったら次一般になっちゃうもんね、先行、あの、終わったら。そうだよね、多分そろそろ申し込むか。待って、まだ申し込んでないの、ちょいちょいちょい。さあ、わーい。もう当たってるよ、四五出来です。一般は後ろになるからね。あ、
なるほど、じゃあもう絶対みんな急いだ方がいいじゃん、絶対にね。ごめん、そうだよね、配信終わると思ったよね。リオもね、終わろうと思ってたんだけど、なんか気づいたらこんな時間になっちゃってさ、ごめん。配信が長引いちゃってね、同時になっちゃったね。ちょうどじゃあ同じぐらいに配信終わるね。なんかキリがいいから。意味ねえ。手遅れ。そうだよね、手遅れだよね。わかる、手遅れ。でもリオずっと言ってたからね、配信中あとちょっとだよって。全然あの配信はあの声聞けるよね、きっと閉じててもそうだろうからいいよって思ってたんだけど。あとちょっとだ。みんな今急いで申し込みしてる方もいるのかな。あ、終わっちゃった。終わった終わった終わった。終わりましたね。はい、二次選考終わっちゃいました。でも一般が残ってるので、でも一般ね27からだっけ、まだしばらくねないんだよね確か申し込みが。また一般外れたらあのリオツイートするから待っててね。報告っていうか、まああのツイート。30受け付けないか。3時ないの。そう、選考はねもう2時で終わりだよ。犬のように待ちます。待っててくださいね。まだ参る、まだ参る、帰るってこと。クレカ情報入力あたりでつまずいて申し込みミスる時間帯、確かに。ギリギリすぎるとね、あの焦って間違えるのあるよね、よく。一時応募も結構期間あったけどね。いや、そうなんだよ、そうなの。一時結構ね年越すから長めにしてくださったの、マネージャーさんが。そう、スタッフさんがね一時長めにしてくださったんですよ。だからもう一時の時点でね結構たくさんの方がもう申し込みしてくれてたんだよ。そう、ありがたいことに、本当にありがたい。みんな当選したらそのままでいいけど、どうなるかな。当たるよ、絶対にね。オリオンズ前座ってほしいから一般でいいか。オリオンズでしょ。え、オリオンズでしょ。マネさんの声ありがたい。マネさん優しい、好き。ね、優しい優しい、本当ありがたいですわ。張り切りオタクの定位置って何。どこ、逆に一番後ろとか言わないよね。え、そう。頑張ってください。頑張る、ありがとうございます。ハローハロー。でもそろそろ終わるか。パイプ椅子でど真ん中。ダメ。ちゃんと席があるとこに座ってね。自分で椅子持参とかないから。ミクサー、あの椅子いい席じゃん、あれすごい気持ちいいでしょ、あの席。あそこに座って、パイプ椅子じゃあの痛いでしょ。
最善の下煮、最善の下煮なんだ。そうなの。よく眠れる椅子欲しいよ。そんなのいらないけどね。寝て欲しくないから。普通に本当にさ、舞台の時もバラードしたら寝る可能性ある。なんで絶対寝ないで、何が来ても。今回も歌劇団のメンバー誰か見に来るのかな。来てほしい。来てくれるかな。多分予定があったら来て、あったら来てくれるかも。企画思わなかった、寝るから。なんでいらないの私物プレゼント。一回だけだもんな、舞台と違って何回も楽しめない。確かにね、舞台は何度もあるけど、生誕祭とかってもう本当に一回きりだもんね。ねえ、消しゴム以外欲しい。食べ物の消しゴムだけはいらない。なんてこと言うの、本当にひどい。あげないから、マジで。不人気で泣いた、マジで。リオがさ、数年かけてさ集めた宝物なのに。ちゃんと欲しいって言ってくれる人の元に行きますように。リオも願っていこう。不人気で泣くの、本当に泣いちゃう。悲しい悲しい。それロブスターの絵でしょ。ロブスターはないよ。ロブスターはね、ちょっと譲れないかもな。ビンゴ楽しかったよね。わかる、ビンゴも面白かったよ。ロブスター別れてあげてから。そうだね、置いていくことになっちゃう。確かにね、置いてけぼりになっちゃうから。消しゴム当たったらどんな顔していいか困る。え、普通に嬉しい顔でしょ。え、普通に考えてさ、嬉しい顔以外にないよ、する顔。言っとくけど。私物が当たったんですよ。嬉しい以外にないでしょ。悲しい顔？え、嬉しい顔以外にないよ。ロブスター東京連れてこないの？うん、ボックスはね、ずっと名古屋にいる予定だけど、連れてってみる。連れてってところでなんだけどさ。手渡しされるなら何でも嬉しいのでは。そうだよね。そうだよね。そうだといい、いいな。一等じゃないよね。わかんない。わかりません、それは。それはわかりませんが。コールの練習と消しゴム当たっても嬉しい表情を作る練習。いや、それは練習しなくてもね、できると思うんだけど、嬉しい顔は。あ、なんか来た、なんか来た。持ってきてくれた。じゃあ来た来た来た。はい、この中から選ばれたものが行きます。東京連れてくから、選ばれたものが。こんなに大量に持って帰れないからね、さすがに。選ばれたものだけ持って帰って、せめてそっから選ばせてほしい。やば、やだそれは。だってリオが一生懸命集めたやつなもん、お気に入り取られたらリオが悲しい顔しちゃう。え、それ持ってくのって。えっ、ー、って顔しちゃうじゃん。いや、でもちょっとはね、あれだよ、いらないものあげるわけじゃないからね、言っとくけど。うん、全部大事なの分かってるよね。圧。リオがもう数年かけて集めた宝物。はい、
なので大事なんで全部本当にマジで宝物言っとくけど、え、分かってないねみんなこの価値ね、いらないとか言っちゃって分かってない、手放したくないよ本当、リオの愛おしい愛おしい愛おしい岸ごめちゃんいや手放すの惜しいよ全部、正直ガチでこれは全部惜しいですよ。できればね、あの本当頑張って集めたものだからあの取っときたいんだけど、せっかくの生誕祭だからリオの宝物をこう足を運んできてくださった方に、当たった方にね、私物プレゼントというすごいレアな、当たった方に あのお手元に行ったら嬉しいなみたいな、なんか日本語変来場者特典じゃないなくなっちゃう、足りないよなくなっちゃうし、どんなのあるか見たい、いろいろありますよ、ご飯系からスイーツ系までドリンク系までいろいろあります。一番大切なの、いやむずいんだよね、一番ない、なんかガチで全部思い入れがある、本当に一番って言われると難しいかも逆に、うん一番選べない、うん一番選べないかも、いやほんと不人気で悲しくなってくる、やめよっかなもうあげんの、ガチちょっと悩んできた、いやちょっとどうしよっかなね、えちょっと悩んできた、ガチリアルにちょっと悲しくなってきちゃった普通に欲しいです、優しい優しい優しいかよ笑ってんだよみんな何笑ってるのかな、自分欲しいよ、あ欲しい、本当、まあちょっとでも欲しいって言ってくれる方がいるならまあ、あいいけどねもう本当にあね、アクスタの足元に並べたら可愛いよね、本当本当、毎回オタ活に持ってけるんだよ、レアだよ、だって持ってないんだから周りは、当たった俺だけ私だけのものですよ、オーリオの私物、今度からはよくはみんなアクスタとかの写真撮んじゃん、その横に置くんでこれよくない、え、マウント取れるんじゃん、マウントマウント、マウント取れる、マウントあ、お笑いだよね、そうだよね、知ってる知ってる、みんな本当はめっちゃ欲しいってこと知ってる、分かった分かった、もう持っていくからちゃんとわあなんか消しゴム欲しくなってきた、すっごい棒読みだ、もう伝わってきた棒読みが分かる人にしか分からないグッズになって、確かにね、確かにそれもいつもショールーム来てくださる方のなんかあれだね、あ知ってるってなりますね、消しゴム持ち歩くのおもろすぎる、いいじゃん、いいいい、お守り代わりにいいことありそうですわ音量がアンミカさんに見えてきたやばい、え結構嬉しいんだけどねそれ、でも自分でもなんか喋りすぎたなって思った、いや何これってなる可能性はだいぶあるよ、うん本当に、でも説明するからリオちゃんと渡すとき、これはリオが昔からもう何年もかけて集めてきた宝物ですって言って渡すから、さすがにあのねええー、とはなんないと信じて、あのもし配信を見てない方に当たったとしてもだよ、ちゃんとリオが説明するから、そう伝説の消しゴムじゃんってなるやんね今見てる方でも分かるよね、うん私この前もあのラジオ配信で見せたから、
う喋りすぎた本当に。喜んでよね、よろしくね。ネタじゃないから、もうリアルにプレゼントなのに。石込めてサイン付き、え、サインかける、サインかけるかな、欲しい、逆にサインだって難しいよ、もしこういうのだったらサイン書くのめっちゃむずいんだけど、まだ何にするか決めてないけどさ、物によっては書けないサイン、あ、だからサイン書けるのに、サイン書けるものに選ぶわ、そうだよね、サインやりにする、決めた、これ価値観上がるね、価値観、価値観、価値が上がる、リオの大事な消しゴムちゃんの価値が、価値が。ただの消しゴムとか言われちゃうもんね、確かに。サイン入りだ、サイン入りにしよう、少しだけ。もう全力で欲しくなったよね、ならまあって、ならまあじゃない。オリオンズの皆さん、ギャグセンス高すぎ、高すぎ、高すぎ、普通、なんて読むのこれ、高すぎ新作、なんて読むんですかこれ、大先生、まあギャグセンスあるってことですよね、なんかお尻にいるって言うじゃんね、みんな似てきたんだよリオに。似てきましたね、あはは、サイン書こう、サイン書けるものをあげるね、ちゃんと。消しゴムやのにサインしたら消しゴム使いにくいんや、まあ確かに、え、だから普通はやっぱもう飾る用なの、これはもうオブジェ、オブジェ、違うね、なんかあの飾っとく用です。でもうどうしても消しゴムがない、でも消さなきゃいけないって時はサイン書いてないとこで消しな、そしたら許す、サイン消えないから。サイン欲しい人にはその場でサイン、あ、全然いいよ、いいけどサインいらないって言われることあんのかな。今考えたんだけどさ、いりませんサインって言われることあるかな、ある、それ、その場合。あー、リアルに消しゴムと使わせてとして使いたい人も、まあ確かにそうだね、まあ別にサイン書いてても使っていいんだけどね、全然いいけど、この素の発着具合好き素敵すぎるわ、嬉しい、あのこう素を褒めてくれるのすごい嬉しい、なんか言うとね、インテリア、あ、インテリア、インテリア、そうだよ、インテリアです、もうでもね、サイン書いたらね価値上がるよねきっと、喜んでもらえるよね、決めたし、サイン書きやすいのに選ぶね、なるべく。あ、12時に終わるって言ってたのに、なんか消しゴムの話で盛り上がりすぎでしょ。つかみ取りなんてそんなもったいないでしょ、つかみ取りなんてダメダメ、つかみ取りしたらもうリオがつかみ取りしたらもう半分はなくなるよ、それは嘘、それは嘘だけどさ、こんな入れ物懐かしい。大人気ね、もう大人気の消しゴムちゃんになっちゃった、これで、うん、配信のおかげで大人気、超レアですか。ああ、喋った。じゃあ終わんなきゃね、そろそろね、リワした東京帰らなきゃいけないから。
箱の方が欲しいだって。え、でも結構ね、もうね年季入ってんだよ実は。こことか見てごらん、ほらね、年季入ってんだよしっかり。わかるでしょ、どんだけリュウが数年間大事にしてたさ消しゴムって。わかるよね、この年季入ってる箱に入ってるものたち。実際消しゴムもすっごい年季入ってんだからね、綺麗にちゃんと綺麗に育ててきたから綺麗なんだけど、わかる、小学生って感じの箱だよね、めっちゃわかる。わかる。いや、お別れの時間ですよ、ほんと。あんにょん。ということで、どれが選ばれるか皆さん楽しみにしていてくださいね。何人様にあげようかも悩んじゃう。まあでもなるべくね、たくさんの方に私物プレゼントあげれたらとは思うけど。逆にサイン入りでの中身ごと、サイン入りでダメ、ダメだよ本当にね、苦労したんだから、何回も言うけどこれ集めるのに苦労したのよ。一人でいいと思うよ、うん、いやリオは一人だけじゃねもったいないと思うんだよね、やっぱもっと何人の方もね喜んでほしい、喜びをもっとたくさんの人にね分かち合ってほしいので、やっぱ一人じゃ足りないと思うんだ。何人も当たるんだ、いやわかんない、本当にそれは考えてないの、まだ本当に考えてない、考えてないよ。私物の量を見て考えるかな、他に少なってなったらさ増やす、消しゴムの方。レアだよ、罰ゲームとか何言ってんの、本当にさ超レアだからね、みんな覚えといて、レアものですからね。まずリオの宝物ってことを忘れないでいただきたいかも、みんな忘れかけてるかもしれない、ただの消しゴムって思っちゃってるかもしれないから、オーリオの小学校から集めてきた宝物って思ってほしいね、そんな宝物をくれたんだって思ってほしいかも。よろしくお願いします。罰ゲームないですよ、何言ってんですか、楽しい楽しい生誕祭に罰ゲームなんて必要ないですよね。いや、喋った、もう終わりますよ皆さん、別れの時間ですけど、いや喜んでくれるよみんな、これ絶対に、共に過ごした年年数考えたら価値あるね、でしょでしょねえそうだよ、価値あるよ、消しゴム語りすぎた本当にもう。手に来たら一生もの宝物にするよ、ありがとう、代わりにね育ててほしい宝物を、代わりに。よし、じゃあちょっともう終わりますから順位を読みたいと思います。炊飯器あげたらなくなっちゃうんだけど、うち一人暮らしで使ってるやつあげたらなくなっちゃうんだが、ではでは本日の順位を見たいと思います。13位ホワチョコ、12位がハチ、11位がイッシー、10位が TK、 9位がイエーイめっちゃラブです。名前めっちゃウケる。ちゃんと覚えてきてね。8位が丸美、7位がマイコル、6位がキラー、5位がラツユキ、
4位がザキ、3位がイッサハチワレ、2位がチョリ、1位がジェミョン。いや、ほんと20分消しゴム飾ってたね。こんなに飾るとは思ってなかったよ。いや、これは男女ともに嬉しいものだと思いますね、リオは。いや、みんなもう、そうだね、とりあえず、そう、生誕祭は二次受付終わってしまって、また一般情報、一般始まったら、SNS 載せますと。で、言った曲のコール、予習しといてね。よろしくね。男の子はシャーペン分解するの好き。じゃあリオ男の子だったんかな。よくボールペンとか分解してたんだけど。本当男の子だけじゃないと思うよ。だってリオやってたもんそれ。やっぱ女の子じゃなかったのかな。まあ男の子っぽい女の子っているしね。うん、そんな感じでした。よし、じゃあ皆さん今日もありがとうございました。2日連続、この名古屋お別れですから、皆さんしばらくお別れ言ってくださいね。ありがとうドアちゃんって。はい、東京戻ります。明日よし、では、今日も SNS 載せたし、TikTok も載せたので、いいね、コメントサボってる方、毎日ちゃんとコメントしてくださいね。コメント追いつきましたよ。見てるよ、ちゃんと。本当に。偉いね。みんなコメントしてる方、してない方頑張ってください。配信お疲れ様でした。こちらこそ楽しかったね。楽しんでもらえたかな。それでは皆さんまたね。バイバイ。明日からまた月曜日頑張ろうね。1週間じゃるじゃーん。おやすみー。バイバーイ。